2月の寒いバレンタインデーの時期にぴったりのディサローノとチョコレートを使ったディサローノホットチョコレートのレシピをご紹介します。アンズの種を使ったディサローノはナッティーで香り高いフレーバー、チョコレートとの相性もとてもいいです。まずは市販のチョコレートを1枚約 50g を細かくカットしていきます。液体にしていくのでダマにならないようにできるだけ細かくカットしていきましょう。牛乳を 120cc、 生クリームを 40cc 鍋に入れて火にかけていきます。なるべく沸騰しないようにホイッパーなどで混ぜながら牛乳と生クリームを合わせたものを温めていきます。そこに細かく砕いたチョコレートを入れて液体になるようにホイッパーでしっかり混ぜていきましょう。ピスタチオを好みの量すり鉢などに入れて細かく潰していってください。ディサローノを 30ml グラスに注いでいきます。作ったホットチョコレートを茶こしなどでダマが入らないようにゆっくりと注ぎ入れていきます。そして2つ混ぜたものをマドラやアスプーンなどでしっかり混ぜていきます。生クリームをホイッパーなどで少しとろみがつくまで攪拌していって、作っていただいたチョコレートの上にスプーンを使いながらゆっくり注いでいきます。砕いたピスタチオを生クリームの上に振りかけてカクテルの完成です。最初に口に当たる生クリームの冷たい感じ、ホットチョコレートの温かい感じ、とてもディサローノとマッチします。ぜひお楽しみください。